さん、ナポレオンですか似たような言葉でですねあの、のな上官、敵より怖いってまあそれゃそうですよね上官の判断力がなかったり決断力が乏しかったり情報がなかったりすると絶対勝ち目のないような敵陣に対して部下にね行けーって言うわけですからそれは全滅しちゃいますよねで会社の系もそうなんですけどもバカな上司ってライバル会社より怖いんですよ むしろ優秀なライバル会社の社員にこそ憧れを抱いてしまうっていうケースもあります。えそして、これは銀河雄伝説っていうアニメの中の話なんですけども、顔も見たことがないような敵兵と自分の上官、どっちが憎いかって言ったらこれは上官だよねっていうふうなね、嘘吹く場面があったりするんですよ。うん、やっぱね、その通り、自分が経営者であって従業員とか、 それから自分が役職で部下に対しての不満これはあるでしょうけどもでも自分の部下ならば指導育成する義務は自分に属しますし自分が経営者とか人事だったら採用した見る目がないねってことになりますのでまあ本当にねそれはね自己責任で終えられるんですけどもあの上司って自分が選べなかったりするんですよね。で自分が入社した会社の経営方針がおかしいもうそうなると会社を辞めるしかなくなってくるわけなんですよ。 でも現実にはそうもいかずにやらざるを得ない時にいや本当に優秀な上司だったら俺を使いこなしてくれるのになみたいなねおかしな理屈もまああながちおかしくもないかなっていうところですよねだからやっぱりこうピラミッド型のサラリーマン組織そして会社形態を取るならやっぱ上位形っていうかね誰が上官であり誰が部下なのかってことをはっきりすることとまあその 立場っていうのは能力によって実績に応じて決められるばかりかなと思うんですよ。まあ、ですんでね営業の会社なんてものすごくわかりやすくて営業成績が良かった人それを繰り返して積み重ねた人がやっぱりこう役職を持って自分の営業チームを持って自分の営業経験を持って部下を指導育成するってことができますしやっぱり営業の件数がねない人っていうのはたくさん営業取れた人に憧れを感じますんで。 それが例えばキャリアの短いものとか年下だったら特にですよね若くしてああいうふうになれるんだキャリアじゃないんだなっていうことで素直に学ぶことができると思うんですよでそういうことができない人ってのはその世界から退場していくっていう自浄作用がありますんでだからね張ったりとかねそれから社内での関係がいいだけでこう昇進できないような仕組みがその実績級ってところにあるんですよね実績を積んだ人だけが上に上がっていけるそうなるとヘッドハンティングも自然に起きますけども 大体の人は自分は貢献したつもりなんだけどなっていうふうになるわけですよ。うん確かにね働いてる人って何がしか自分がいなければこの会社は回らないと思ってるんですよね。どんな人でも。で自分から見てこいつはいらねえなと思ってる人でもその人自身は俺がいなくちゃ回らないと思ってるんですよ。だからひるがえってみると 自分は会社に貢献したつもりなんだけどなと思ってる人っていうのは結局自分から見て使えない人が考えてることと同じことを考えてるっていうふうにね教わったことがあるんですよ。で、ああなるほどなと。自分がいなければ回らないと思っていても自分がいなくても回ってる現実を見ると残してきたあいつらで大丈夫だったんだっていうことに気づくわけなんですよね。まあ、つまりは自分のことを高く評価するのは自分だけであって自分に比べると周りの人は できてない無能な人間見えちゃうんですよねでもその無能な人間がなんであなたの部下になってるんですかってことを考えるとやっぱりグループ全体のね、えー、仕組みっていうんですかその人の能力を見抜けないからその人の能力に気づけずに無能なところからに目につくんですよねそれはね向こうから見ても同じなんですよ、うん、やっぱりこう一社員とか部下から見ると自分の存在上司や場合によっては社長の存在があんな社長だから 俺がが働ききやすいい環境ができないんだとかねあんな社長だから売り上げや集客にシックハックしてるんだとあんな社長が手本を見せないからこうなんだっていうことなんですよでもやってる方としては手本を見せてるつもりなんですよでも見せてるところでそこは受け取ってもらえないってことは見たいのはそうじゃないっていう風な回答なんですよね部下から見てその社長が「俺が頑張ってるおかげだ」っていうところは全然見たくないんですよねそれよりか できない自分をどのように知った激励して力をつけてくれるのかそういった顔を見たいんですよねだから空回りっていうんですか上司は部下にしつけてるつもり指導してるつもりでも部下から見るといやそんなことはいいんだともっと俺の力をつけてくれもっと分からないものを分かるようにしてくれっていうようなところで騒ぐが起きてるんですよねつまりどっちから見てもお前がお前のせいだっていうふうに指がこう関わってる状態ですよね で一人になってみるとねいいことも悪いことも本当にこう毎日受け取れるんで最も謙虚になれるんじゃないですかうんそれ以外にはないと思いますいってらっしゃい。